会社は借金の型に取られ、責任者もクビになり、さらに80億円足らないんだが、それを返すために人力発電機でのお勤めを約4ヶ月課せられる。そういう状態だったら、それは妥当かあるいは愚か裁き、そういう感じだろうか。意識は決着にはならない。債務超過、不足分も返済不能、そこまでは違うは微妙にないのだが、その先にじゃあどうするのか、それはない。大賀さん、その決定は何を見てる。自分の把握が正確なら、十分あり得る話だ。何かに対抗するために、無理やり、売れてます、の数値を、作る果てに陥った事態。責任を取れ、それを要求するパワーに対して、無視して抵抗を続ける、それは道理、かもしれない。共産主義的な理念にしろ、それはおかしい、事態か。足らないならすればいいのだ、なのに。